ございます。おはようございます。たけびちゃんです。奈良です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日もジャンタマやっていきますか。やりますか、ジャンタマを。最強戦関西プロ予選の結果を知るもです。あ、そうですか。はい、ですね、いつ行ってきたんだろう。11日山の日か、うん、に行ってきました。はい、どうでしたか。最強戦関西プロ予選ね。はい。まずうん、システムと参加人数をちょっと言っていいですか。はい、教えてください。結局54人参加だったんですよ。はい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 。で、まず最初4ハンチャン打ってですね。はい。24人通過。はい、うん、後に、うん、一半勝負でポイントリセットして、はい、2着が抜ける、はい、トップが東京行くっていうやつ。で結果3人が選ばれるみたいなやつ。はい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 。で、あの予選4回戦さ、うん、2着トップトップ、いい並びだ。そう最後の半チャン、とんでも通過みたいな。はいはいはい、はい、ただね、ここでちょっとね、ボルビックが切れたんですよ。ボルビック、ちょっと詳しく教えてもいいですか。はってなった。いつも飲んでる水ね。はいはいはい。ほんだったら、まあまあまあね、飛んでもいいから、あんまり参加してなかったらほとんど上がれず、うん、まあ、3着で終わり、で、まあ、次ポイントリセットして、うん、まあ、24人で、はいはいはい、この一半ちゃんね、はい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 、はい、2着抜けが、うん、ラス。マジで。いや、なんか頓発に親が一人転廃取って残機が上がって、うん、まあ、ちょっと抜けたのね、はいはいはい、ちょっとって8000点ぐらいだけど、はいはいはい、でもう一人とかちょっと上がって、うん、僕が500点上がってみたいな感じで、うん、まあ、一人ちょっと8000点ぐらい沈んでて、うん、まあ、一緒ぐらいのとこから一緒ぐらいの人が何一に3000点積もってさ、おーおーおー、さっきトップだった人が親かぶりしたからさ、はいはいはい、ここと8700点差になったのよ。覚えてるね。いや、覚えてるよ。覚えてるよ。トンパツから多分思い出せるよ。うん、ね、うん、ほんで、マンツムぐらいしたいからその何人曲、はい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 、と思ってたら、またその3600上がった人が4000オール引いたのよ。うわー、もうこれ突き抜けちゃった。あ、もう、うん、どうぞ。どうぞじゃん。ね、2着からそうじゃん。そう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 。で、その親がなんか変な聖杯してたんだよ。はいはいはい、はい、まあ、ドラの嘘は切るわで、はいはいはい、ああ、もうなんかやめ気味に、まあ2着でいいからもうやめ気味に打ってんだなと思って、うん、あんま相手してなかったらさ、うん、単葉をテンパったんだよ、シャボで、うん、で、泣きが入っててさ、一発と配定のタイミングだったからさ、うん、まあ、面単即積もか面単積も法定配定で20004000引こうと思って積もぎリリーチバチンって言ったらさ、うん、いいピン切ったら親のメンチに刺さってさ、1万8000円って。マジで。やめてたんちゃうんかいと。きついね。はい、うん、僕の夏は終わりましたよ。はい、行きますか。金の間に切り替えていきましょう。行きましょう。はい、うん、いや、調整バッチリやったけどね。そうね、なんか途中、いや、ね、行った感じ出とったもんね。そうそう、やっぱね、うん、ボルビックが切れたのがよくなかった。じゃあ今度からボルビックは予備絶対持っていきましょう。そう、カバン忘れたからね。ボルビック、ボルビックやね。まあちょっとやりますよ、切り替えてね。切り替えてやっていきましょう。うん、はいいじゃないですか、ドラメンツあってね。はい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 。でもこういうの、あの、うん、面前だといい感じだよね。うん、泣くんだったらちょっとなんかね。そうね、6783色、6783色ね、うん、お、どうした、どうした、自敗の切り順、6チッパペイカラにしました。ペイカラ、なんからでもいいけどね、うん、あら、さあ、対面から仕掛けが入る。これちょっとなんか嫌な感じだね、ちょっともうすでに受け気味。いや、親がさ、だってこんなダブトン早く打ってさ、うん、ね、第一で役割の人がトン泣いたって言ったらさ、うん、まあ、このハイパイというのもちょっとなんか出遅れ感あるよね。はいはいはい、この嬉しい。この辺りのこの押し引きって、うん、もう相手のスピードをどれだけ察知できるかっていうのが、うん、マジで、なんて言うんだろう、僕の引き出しの中であんまりね、相手のスピード関係なく打ってたんだけど、うん、あ、そうっすか。これはでもさ、これいっちゃうよね、ちょっといった感あるよね、うん、どうしようかな、泣くのこの手。いや、もうこれ戦争でしょ、面前で仕上げてしっかりとリーチ打ってめくり合いましょう。あ、来た、そこも早いんか。みんな早いやつだね。うん、ちょっと3人はやっぱ見れないね、同時に。うん、
確かにチューン青ってきたけど、いやでもそうだとはいえ、まあ、チーピン来ますか。あんまり好きじゃないけどね、こういうチーピン切るの、うん、とはいえこれでもやっぱりこうドラって3色見えたらもうこれ、うん、あドラつもリーズもドラ戦線、あ裏2000残球でした。早い2000残球な、うん2000残球って何。うーんだから30分4班申告できんかもしれない。2000残球、うん、スピードがあまあでもまあ、まあまあ、いいかどっちがいいんだろう、こっちの方がいいか、うん、ね、こっちの方がいいかもしれないね、うん、ドラメンツあって2メンツあるしね、うん、これはいいね、いいですね。シャア残すべきだったかな、いっぱい行きましょう。面前手順ですかねやっぱり、うん、これでもペンチーソーのさ、うん、とかなんかそういう26リーチはあんまり打ちたくないよね。そのために9層も打っちゃおうという、いやいやいや、まあそれでも9層置いてたんだけど一応面前リーチね、うん、89ってくる、89じゃない78ってくるかもしれないから、うん、ちょっとこれやってないですかね、うん、とりあえずシャボで、うーんリーチかな、どう思う。うーん、ま、でもなんか微妙だな、トンナン戦だったらさ、うん、やっぱこれなんか面単品ドラ1みたいな、うん、いや上がりたいじゃん。トンプ戦だったらあれもソクリーもあり、うはぁー決めたもうソクリーもあったかなって思う。26で十分な加点だからさ、やっぱ4ね、最短で4局しかないから一つの上がりがでかいから、とりあえずしっかりと上がれる。そうなの、難しかったね、うん、チッ、お何泣いたんや何を泣こうとしたんや今。自慢なんだけどね、一上がりがでかい、トンプー戦は、うんうん、一宝珠もでかいよね、でかいね、まあ、だからこういう麻雀になるよね。そうそうそう、ね、とりあえずさ、はいはいはい、やっぱ上がりたいね今。上がりたいですね。上がって上がったらラスじゃないでしょ、うん、多分、うん、大体補充したらあれだけど、うん、はい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 、ち？いや泣かないね。いやリャンマンの話じゃなくて、うん、こうなったら G1 泣く G1、うん、まあ一応なんかあれか、タンヤオ3色赤ですみたいなのがあるんやね、うん、払いますかこれ。とりあえずこれどうやったらラスロン、はい、ここで線2線引かれて、うん、おドラポンだった上がられた後に、うん、うーんあれか700、1300とかそういうやつか、うん、なんとなくなんとなく打った牌が下ちゃんに刺さったらラスル、あー、うん、なんとなく来たこういうパーマン現物だけどね。でも役がちょっと見えないんですけど。染まってないかな。染まってないっすね。パッソーブ誰っすか持ってんの。これなんとなく聞いた3万が刺さるとかでしょ。役はいこれ何が残ったの。ないっす。もうないんだ。いやいや今適当に言った。あトンがあるね、うん。トンがある。でもこれちょっとね、うん、降りる手じゃないっすよ。とはいえこのドラポン、うん、どうですか、うん、降りる手ではないけれどもちょっと追いつかないね、うん、止まっちゃったね。こういう時こう、あら、はいはいはい、いやどうしよう、パーソー誰か統一なんだよね、パーピンよりも先にパーソー、うーんパーピンなぁ、これどうすんの、リーチとか言うの、お、ありがとう、リーチって言うの、スチバンリアウソ入ったらリーチするのこれ、いやしないんじゃない、リーチはしたくないな
これ別に脳天バップ払えるもんね。4… あ、まあでもあれか、脳天バップ一人天敗食らって、うん、うわむずいね。うん、ローピン押すの、トーンあんこサブローピン、うん、それぐらい押そうか。当たる可能性、何が当たるの、ローピンって。トーンあんこサブローピンだけ、うん、やめますか、うん、やめますか。当たりそう、いやいや当たりそうじゃないけど、3ピン取った。あーと、テンパイ取れたね。トンアンコのウーマン短期危ねえな。トンアンコのウーマン短期、トンアンコのサブローピンもちょっと危ないんだ。はいはいはい、あっちがサブローマンか。このノーテンバップがね、うん、ガス前へ、えこれ何で上がるの、1統一、あ、3統一、うん、3シャンテン4シャンテン4シャンテン、3シャンテン、ちょっと待って、はいはい、なんかチートイなのかな、チートイめちゃくちゃ狙うんだけどさ、うん、なんかチートイって感じじゃないな、何なんだろう、チートイだね、チートイチーソートン、あ、どうなのこれ、ダマで上がっていいの、ダマーか、ピーチかけて積もってウラウラでしょ、3000-6000、うん、まあちょっとまださ、うん、裏ドラが乗るかわからないからさ、もうちょっとしたらわかるからね、そうね、裏ドラ乗るならリーチ打つし、うん、乗らないならリーチしないと思うわ、うん、とりあえず裏ドラわかるまで、うん、ちょっとまだ乗るかどうか分かんないな、とりあえずテンパイ組んどいてもらっていい、うん、そうだね、チートイって簡単よ、ここまで来たら、うん、重なる牌を打っていけばいいんだから、あ、そう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 、うん、いや、まあ、てか同じの引き合いから、うん、何よ、ウーマンじゃん、ドラですね、なんか昔さ、うん、T シャツにあの麻雀牌の廃止書いてるおじさんがいてさ全部ウーマン待ちなんだよ、うん、なんすかこれって聞いたら、うん、ウーマンに気をつけろって言ってたわだそれあ、はいあれちゃんちゃんと返してあげなさい、いやいやちょっと今想像できたわ、冷たい返しがマジ、あ、そっちがね、うん、いやちょっとさむずくない、いや相当前で二十歳ぐらいの時にさ、二十歳ではやっぱ対応できんかな、できんね、ちょっと今だったら先に言うけどね、うん、それウーマン気をつけないかんすね先に言うけど、うん、ちょっと対応できなかったね、あ、自分で作ったのかなあれ、ウーマンウーソートン、このチートイのイーシャンテンでさ、うん、持ってる牌が切られ続けるって切ないよね、なんか前半戦あんなに楽しかったのよ分かるんじゃねって、いいピンって出すとかよく分かんないしね、うん、何よ、あ、チューンバックスライド、それでいい、チューンバックのスライド、そんぐらいしかないんじゃないの、いいピンって、そうね、手出しでいいピン、うん、1、2、3の今のしっかり見てたのに手出しかつむぎりか分かんなかったしね、バラマン分かりにくいわ、来た来たよ、これだからスライドだから、これえスライドってこれラスツーピン持ってんの、そうおかしいね、あ、え、どういうことあれ、目覚ましよおはよう、おはようございます、起きた、起きたよ、起きたよ、来たよ、
面単品、はい、一発も裏裏6100ホール枯れたね。うん、トップ、まあトップはちょっと譲ってあげようかな、うん、しっかりと2着2着ください。気抜けたね。こういう時なんかね、喋、うん、りたいよね。2着くださいとかね、首くださいとかで、なんかピンズに染め出して、うん、おとか言われたいよね。ドライ色じゃねえかそれって、上がる気かとか言われたいよね。ローアンローピン、これどうしようか。染めよう。え、3ピンチとか行くの？ローピンポンとか行こう。いやちょっと早いね。もう1枚なんかさ、うん、もう1枚つったってどうすんのよ。あー、マンズのメンズできてしもた。どうするこれ。僕はローピンで黙る。え、じゃあスーピンで黙るわ。おまあシャボンにしといてね、どっち来ても、うん、っていうのがね、変化多い。変化多いね。そうでしょ。カンちゃん、カンちゃんに、カンちゃんにしましたよ。どうですか、カウマン、うん、赤ウーマン積もって1326だね、うん、リーチは、いや、リッチしない今んとこね。まあこういうねまあでもなんか6、6、4の切り順でさ、うん、そうでもないかえ、でもなんか割とカンチーマンっぽくないよこのリーチは、うん、なんかなんかね、うん、うわ、もう怖いもの、怖いものないですよ親は。そうだね、君に言っちゃおうかしら。いやもう決まってるよ2着くださいよ私が選ぶんだみたいな、うん、何刺されって思ってるだろうね。うんこうそういう戦いになってきね。そうだね、言う人もいるしね、うん、刺されってやっぱり、どうなの。でもあのパーピンは押してるよね、うん、トイメンの、うん、下茶はさ割とちょっとやめ気味かなって感じだけど、やっぱこういう時にやっぱ少しでも丁寧に打って、うんうん、うん、順位の、はい、ドン26ザニー、26ザニー、どうなんですか。もうこれであれですね、流局脳天で2着ですね。ありがとうございますでもそうだよ、うん、まあそうね、地味だけど、うん、なんかこれ上がるの上がるの上がるの。下茶に8000はダメ、うん、上がるんすか。トップとの差がね、ここまでついてしまうと、もうトップとの点差見てなかったもん、もはや、うん、何点何点それねえ、何点、1600点か。もう2着だけ考えてるね。いや2着じゃないよ、うん、あのラス回避だけを考えてるから、別に3着でもいいんだよその思考がやっぱり。いやまあまあ、でもこういうさ、まあジャンタマとかまあテンホもそうだけど、この展望状況だったらさ、うん、トップを取りに行くっていう感じじゃないんすよ。やっぱラス引かないのが大事、ね、うん、ポイント的にね。ここでさ、なんかの間違いでなんかツモピン赤がとかダメで26ホールとか積もったらさ、うん、まあちょっとなんかトップも考えたのかってなるけど、基本統一の人がいる。カンですか。8000オールで一撃。面ピン一発も裏裏裏裏。あ、じゃあ牛馬が乗らないんだ。あれ。リーチ来た。リーチ来たよ。見とけば2着みたいな感じに。うん、まあ、うん、まあ、いや、うん、そうだな。カンあるからね。ハネマン、ハネマンとか言われてもな。今は、うん、もう最悪刺さるのはいいから、うん、ハネマンを打たないっていうテーマでやってます。あ、やらさせていただいてますハネマン打たない。そう、それが今ラス率何パーだったっけ。いや、まあ、8パーぐらい。青って何これ。今なんか喋りながら適当に聞いたけど全然通ってもなかったね、うん、
1枚自分で切ってるだけ、切ってるだけ、イーソーの方が安全だったかも。アニメ、どっちから行こうか。3万か。テーマはラス引かない。うん、いやトップ取ろうと思ってますよ。厳しいね、ちょっと厳しいね、うん、最悪8000の報酬はいいと思ってます。いいと思ってやらさせていただいてます、はい。高そうね、ドラとか。どうなんだろうか、高いのかな。まあでもなんかハネマンはうっかりありそうではあるよね、うん、なんか数ピンとかね、うん、そういう系でしょ。急走は数ピン、急走がね、急走だってさ、ほら押してる人が切ってさ、うん、降りてる2人が合わせてないからさ、結構なんか持ってそうだよね。危ないね、うん、数ピンも、うん、裏が乗ったらうっかり跳ね回るよね、うん、と思ってます。言っちゃダメだ、しのげるかも。こういう時相手の街何街だろうとかさ、うん、考えないんだよね。意味ないから。何が通るだろうは考えるけどさ、うん、別になんか一番安全な範囲切るだけだからね、省エネやね、そこでね。そう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 、考えない。なんかギリギリまでさ、うん、押したい時あるじゃん、うん、そういう時に何待ちだろうとか、これ切りたいけど、ね、これが通るなら何待ちがありえるんだろうとか考えるけど、俗に言う一点読みみたいな感じだね、うん、お、積もった。いやー、いやー、何点ですか。キュウソヘッド、リズムドラドラ、羽根羽根まんやー、年品思うも裏、キュウソヘッドあるよ ね、 あるね。はい、はい、何笑ってんすか。2着、あ、2着、2着、2着ね、見てこれ。プラス15、桃様55。いい名前してるわ。強かったですね、強かったですね、うん、はい、はい、ということで2着ということで、はい、まあこれがねラスのね、なんかありますか。ないです。はい、ないですわ。とりあえずラス引かないということが大事ということで、はい、はい、じゃあ次もよろしくお願いします。お願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。 See you next time. じゃあね、バイ。じゃあね、バイ。